平賀哲夫は、日本のカトリック教会聖職者で、カトリック、仙台市教区第6代司教。洗礼名は、マルチの。岩手県花巻市に生まれる。18歳で、花巻教会のベトレヘム宣教会の神父から受選岩手県立花巻北高等学校卒業後、岩手大学教育学部に通い、1967年に学士号を取得。 1968年から1974年にかけて東京の大宮学校で哲学と進学を修了。1974年9月16日、被災に除会1974年から1977年は岩手県一の関教会助任被災。1977年から1980年にローマの教皇調律、ウルバノ大学に留学し、 1980年に教会法の免許を取得。1991年から1994年は宮城県白石教会の司祭となり、1994年から1996年はカトリック新聞編集長を担当。1996年から1997年はサバティカルで、1997年から2000年は青森県。 小港教会、2000年から2001年は、宮城県気仙沼教会の司祭を務めた。2003年から、仙台教区司教総代理となり、2004年から溝部、修士教の高松教区天人による、司教作為に伴い、同年7月より、教区管理者となっていた。2005年12月10日に、教皇ベネディクト16世によって、仙台教区司教に任命され、 2006年3月4日に仙台白百合学園行堂で東京教区岡田武雄大司教の趣旨式により司教に除外された。2011年3月11日に発生した東日本大震災で仙台教区は大きな被害を受け、1週間後の3月16日には災害対策本部仙台教区サポートセンターをカリタスジャパンと連携して設置。 仙台教区サポートセンターは2020年現在まで活動を継続している。2020年3月18日、定年による引退願いが教皇フランシスコに受理され、仙台教区司教を引退。ありがとうございます。